天皇賞、秋。下級条件では得意なコースだが、G1 になるとなぜかあと一歩足りない。勝った3区って誰がいたっけ？スピルバーグくらい？監督だけだったはず。あんだけそうそうたるメンツが挑んでスピルバーグの一勝なのは不思議。2着に来た時も勝ち馬が強すぎてどうあがいても無理ってのが多いし。代わりにハーヘア入ってる馬がずっと連帯異常はしてるんだっけ。絆や里芋はピークの最中に凱旋門行ったのもあるだろうな。東京2000の勝率、連帯率、副勝率どれも高いのに秋天は1勝だけか。決闘的な要因。その勝った年にきっちりワンツー決めてはいるんだな。2着馬はいっぱいいるからただの運だろ。ディープ3区が失踪した秋天なんてせいぜい十数回しかないんだからさ。十数回もあることがすごい定期。確かパレスでディープ3区は秋天10回目の連帯とか言ってなかったか。イクイノックス、ジェスティンパレス、イクイノックス、パンサラッサ、エフフォーリア、コントレイル、アーモンドアイ、フィエールマン、アーモンドアイ、ダノンプレミアム、レイデオロ、サングレイザー、イタサンブラック、サトノクラウン、モーリス、リアルスティール、ラブリーデイ、ステファノス、スピルバーグ、ジェンテルドンナ、ジェスタウェイ、ジェンテルドンナ、運が悪かったと言うべきか。ダイドマゴ、ディープ、ダイドマゴ、金カメマゴ、エクファ、ハハハーツ、ディープ、金カメマゴ、ディープ、金カメマゴ、ディープ、金カメマゴ、ディープ、タイド、マルジュ、スクリーンヒーロー、ハハゼロ四、ディープ、金カメ、ディープ、ディープ、ディープ、ハーツ、ディープ、勝ち馬2着馬の関係馬。やはりここら辺の年代に侵されまくってて芝。ディープ3区が秋天苦手ってよりたまたまそれ以上にすげえ奴がいて勝ち逃したって感じがする。十分適性はあるその上で勝ち馬がエグすぎただけやね。単純に、内外で比較して戦力が逆なのそれこそ監督ぐらいしかいない。そうはそうなんだけどこれらの勝ち馬だって他のとこも出てくるし別のレースだって強い馬、いっぱいおるで。それでこんだけ勝ちきれないのはやっぱり何かしらはあるやろ。愛ちゃん2回と4歳イクイとモーリスは本当に運が悪かったな。ってなる。さすがに上3頭には実績で劣るとはいえ5歳ラブリーデイも相当強い側だし。シンプルに2000は短いんじゃない？典型的な長距離馬だし。サツキは能力でこなせるけど小馬 G1 になると1800から2200最高適正の馬にやられる的な。大阪杯では G1 になってから3回勝ってるしそういうわけではなさそうな気がするけど。伝統的になんか荒れるレースだし、1番人気連敗伝説とかもあるし、まあコース的になんか特殊なんだろうね。単純に力不足っぽい馬と運悪かったねって馬が混在してる感。でも血統適正で、連帯はしますが勝てません、なんてへんてこなのが現れるわけがないので、単に巡り合わせだと思うよ。同じ馬が多いとはいえハーツくらい3区が2着は5回あるのに勝ててない春天みたいなのはあるぞ。押しすぎて笑える。2018年レインボーライン、2着シュバルグランクビサ、2017年キタサンブラック、2着シュバルグラン1と4分の1さ。2016年キタサンブラック、2着カレンミロキック花さ、2015年ゴールドシップ、2着フェイムゲームクビサ、2014年フェノーメノ、2着ウィンバリアシオンクビサ。少なくともうまく乗れば勝てただろって言えるような楽な相手とは言い難いそうそうたるメンツだな。クラシックで走るタイプのディープ3区が苦手な条件なのでは？ダービー苦手なミホ、テネー、の馬が強いし。真面目な話秋天はマイラー的なスピードを持った馬の方がより得意な傾向があるんじゃないですかね。ディープ、タイド系は本質的にはもう少し長いところの方に向いてるみたいだし。秋天は欧州的な要素が強い馬の方がいいという話はあるのでダービー狙いで米国系繁殖量産型ディープ3区。作ってた時代はそれが理由の一つじゃねと思わなくもない。ディープ3区1回、金亀3区2回、ハーツクライ3区1回、ステイゴールド3区0回。合格とどうなってんだこのコースって気分になりません。府中2000って高い追走力と長く使える足を要求されるからな。終盤までいい位置を取れてないと上がり最速を出しても届かないことが多い。秋天で2着だったディープ3区はジェンテルトダのプレー以外みんな上がり最速出して負けてるから。まあディープ3区に向かない展開になることが多いんでしょ。ついでに明確な大外振りがあるから枠番ガチャもある。秋天一番勝ってるのどの種牡馬だろう。多分5勝してるサンデーかな。G1 を秋天しか勝ってない馬って結構いそうな気がする。実は21世紀に入ってからはスピルバーグ、当選上段、ヘブンリーロマンスしかいないわな。サツキ賞馬やダービー馬が勝つこと結構ある印象。ミスター CB とか秋天しか G1 勝ってないな。いや3冠。と思ったら、G1 は確かに秋天しか勝ってなかったわ。っていうか一回冷静になると、
グレード制導入前最後の年と、最初の年に3冠馬いるのできすぎやろ。逆にスピルバーグさんは、なんで勝てたのかね。ジェンテルもいたのに。ジェンテルがそもそもガタガタだったからね、有馬勝てて取り戻せたレベルで秋は勝てなかった。ジャパンカップでも先着してるし、もともと東京得意だった馬な上であの頃が一番充実期だった。遅仕掛けの瞬発力戦だったからでは、ジェンテルの瞬発力を上回った。というか強いディープサンクが負けるとき大体このパターンよ、秋天は。コントグラン、フィエールマンとか、スピルバーグはサドラー入ってて当時の流行りのディープサンクとはちょっと違ったからな。やっぱ高速馬場の府中は金亀系って感じだな、というかミスプロ系。どんなとコントが負けてるのが致命的だな、勝った相手がとにかく強かったケースなんだけど。コントの時はグランもいて勝てなかったから本当に相手が悪いの一言。監督自身も某爆弾が海外旅行に行かなかったら違ってたかもしれん。まああの馬主だから行かない選択肢はなかっただろうけど、ディープ前傾の息子の北さんは勝ってるのが不思議。ディープと態度が全兄弟なのに全く違うのが息子にも孫にも出てるからな。北さんとか底力の真っ向勝負で勝ち切ってるからいい。まああれは特殊やったし、別に苦手だから勝てない感全くないな。これが馬券内すらほぼいないだったらわかるけど、全体もこの数なら単純な力負け感がすごい。全兄弟でも色々違うのはそれこそスピルバーグと当選ラーが示してる。京都なら何でもいい兄 VS 府中なら何でもいい弟。見た感じストームキャット、ジュピテ、シアトルスルーって馬は勝ってないな。トニービン、ヌレイエフ、サドラーが入ってるとよし。って感じで、よくあるディープ×北米決闘にはない配合。ディープ3区の秋天苦手は必然なのかもしれん。構想はしてるけど、もっと適性のある連中にことごとく負けてる条件だしな。残りの3区で誰か勝てそうなやついるのかね。ディープ3区になると割と真面目にジャスティンパレスぐらいしかいないのでは。今残ってるディープ3区で良さげなのはパレスと大抵かな。でもパレスは去年は展開向いただけっぽいし、大抵はブリーダーズカップだから出なさそうだし、正直もう厳しそう。プログノーシスかなぁと思ったけど今年豪州行くと言ってるし、リバティが秋天行くなら川田乗れないしで。秋天に出るディープ3区有力馬は今年だとジェスティンパレスだけかな。シャフはブリーダーズカップだから物理的に無理だし、プログノーシスもコックスプレート出るなら無理だし、秋天出ても川田は奪われる。同じ1勝しかしてない G1 でも宝塚の方が苦手なんじゃないか。全体もあんまりしてない気がする。宝塚は単純に道悪が良くなくて梅雨の最終週で荒れてるコースがダメって感じ。宝塚記念唯一の勝利がブラメンテ北さんを倒して勝ったの意外すぎる。やや重馬場最高マリネー。ジャパンカップは4勝してるのにおかしいな。ディープ3区は2400の方が得意なんだろう。ダービーもオークスも勝ちまくりだしな。ディープボバは後期までは3歳までが強いって馬が多かった気がする。まあ3区傾向としてステイヤー寄りだし、何戦だとマイル寄りの馬に負けてしまう感じか。スピード勝負だと部が悪い感じ、2400だとスタミナも求められるからよかった。秋天勝ってて2400以上で勝ってない馬ってそんなにいない気がするから、スタミナもまあまあ求められてくるんじゃ。でも里のダイヤモンドが菊花賞勝つまで3000メートルの長距離 G1 どっちも勝ってなかったのもなんか不思議よな。米国のスピード決闘ばかりつけてたからじゃないの。長距離も勝ててなかったけど構想は多かった。でも勝ち始めてからはちょっと勝ちすぎ。どっちの長距離 G1 も最多タイの勝利数までなった。流れが遅めになる2400ならまだしもマイルもできる連中も来る2000だと、追走で苦労して直線届かずか位置取りで足を使いすぎて弾けずになるんだろう。今だと絆3区の典型パターン。個人的には秋天で求められる能力が持続力、瞬発力だったからディープ3区が苦手にしてるのかと思ってる。ディープ3区の得意な距離って最初はマイルと言われたのにどんどん長い距離に寄っていったよな。まあディープ3区が強い。って明確に言えるのって府中2400だけか。他は特筆してあげるほどではない気がする。まあそれが日本競馬で一番求められてるから。どの条件が得意というより、ダートと短距離が苦手でそれ以外はどこでも走る。京都1600とか？グラン以外も結構勝ってたような。やっぱ瞬発力必要なコースは強いな。ボバがジャパンカップに比べてダービーでやたら強いのも3歳馬は使える足測るのが難しいから、ジャパンカップより瞬発力必要な展開になりやすかったのもでかい。阪神は沈めの薄さを受け継いだりとかパワー不足とかかな。どんなが特に沈め小さかったって話は聞くけど、3区の傾向的にはどうだったんだろうか。日本国内の芝 G1 でディープ3区が勝ってないのってあったっけ。
高松宮記念だけ。